未明、磐田市で住宅5棟を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。今日午前4時半過ぎ、磐田市二宮で木造2階建ての住宅から火が出ているのを近くの住民が見つけ、消防や警察に通報しました。出火元の住宅が全焼したほか、火は周辺の住宅合わせて4棟に燃え移り、およそ2時間後に消し止められました。警察によりますと、出火当時それぞれの住宅には住民がいましたが、いずれも逃げて怪我人はいないということです。現場は JR 磐田駅からおよそ400メートル南東の住宅が立ち並ぶ地域で、消防と警察が出火原因を調べています。